どうだい始まりました。もちチャンネルです。いやー、これ編集マンに頼めない話を買った。<laughs> は,いは,いはい、はい、はい。だっても今もうカメラ回る前にえげつない話。そういう話好きですね <laughs> 森哲先生は。<laughs> 話せない暴露話いや僕はそういうのね決して口にしないタイプで生きてきたでいや本当にね今の話は使えないな例えばどれですかいやだって確実に消されるいやそれはそうですよ動画その話とかやばいははいまあ前回ねはい投資英語加工者のたそうなんですよについてちょっとね話してきたもやっぱ国語化もえげつないかもあります国語化もあるそれはそうです特に古文はい。 今丹羽先生とあと誰だったかないっぱいいますよまだいっぱいいっぱいいるんだコブはっていうか昔から結構いますからね当時例えば誰ですか誰ですかええと探さないと思い出せないですか顔は全部出てますよ栗原先生がまずいるでしょ栗原先生は素晴らしいあの応援メッセージの時にこう空手着をねカラオケっていやユニークな先生トミーさんいるじゃないですか いるないいあれ大事な人忘れてませんかああいますね大事な人ちょっとごめんなさいよく分かんないな大事な人ただ呼びにいた方もねいらっしゃいます、はい、伊藤先生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 いらっしゃる確かにそうですねいや僕ね講師室でもう常に三輪先生の背中しか見えなかったのでそれもどん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 遠ざかる背中でね <laughs> いやこれがやっぱり先達の背中なんだと思ってね見習おうと思ってたんですけどずーっとね帽子を作成したりだとか頑張ってらっしゃってて はあでも今はもう林先生がスターいないんですね。うん、あそうなんですか。全然やっぱ知らん。あだけど。あわかんないな。女性の先生がいらっしゃいますよね。だってあの女性を入れろってすごい言ってたんですよ。うん、社長が女性をいろいろ入れろって,って。あ何か事件があったからですかね。事件じゃないです。事件じゃなくて。でだからほら長井先生野村先生とか女性のね先生が増えてる。そうなんですよね。科学とかもそうだし。野牛先生とかもいたのにねもう全然。あ本当だ。野牛くんもそうですよね。みんな素晴らしい先生がスター。 が、なくなったね、だいぶ。林先生はもう、とにかく、今、もう、スターになっちゃいましたからね、スター、もう、文字通りの。前はトップ総先生で、で、その前が出口先生。出口さん、あと、ダメな名前でした。じゃ、タブーの名前でした。いやいやいや。現代文って、誰、いった、出口。出口先生、板野さんじゃない。ああ、そっか。板野先生もいたわあ。それを。すごいな。本当、不能なレベルですけど。板野先生は、いわゆる、現代文と古文、両方やるっていうね。ですね。 はい、両方やらないとやらない。 って言って、投資行かないみたいに言った。ですよ、ね、あ、だったんですか。へーその前は用済みで、すごい人気でね。うん、で、まあ、じゃあ、つまり出口さんと板野さんの戦い。という形ですね。他はいなかったですか。他は。だから、林先生がいらっしゃったんだけど。林先生は上位層だけのご担当で、まあ、どちらかとやっぱり前面に。ポピュラーな形で、まあ、出てる。まあ、要するに受講生数が多くて、売れてる顔で出てるのは。うん、出口板野のラインだったと記憶してますね。今の子たちだとね、出口さん、板野さんの下を不思議な。 感じですよねそれうん、うん、だったら絶対林先生の授業の方が下にも刺さると思うんですけどそうですね僕もそう思いますねただそういう場所で僕が入ったんですけど、まあ、上手にやっぱ社長がね取り上げてくださったなんかことなんかもあってその後まあ出口さん板野さんがこうゆっくりフェードアウトしていく歴史があるんですようん、うん、でと同時に林先生がテレビをこう一気に東大特集の中心で、ね、ご活躍なさって、まあ、いい具合の形になってたんですけどね。でそう先生が下の そう,やるそうですまあ下の層っていうかね厳密に言うと本当にね一番アッパーのところだけを林先生はご担当なさってはい、はい、あと全部させられ全部担当していたっていうのが <laughs> まあ実態なんですけどね、うん、先生ってほら自分の一番こう得意に刺さる層って原則本当あるじゃないですか。で僕はそのよくも悪くも清貧乏と言いますか本当はどの層でもでもきちゃうタイプなんですよ、うん、だからこの書いた絵の通りに適材適所じゃないですけど。 これやれやって言われたらそれをやってたっていうのが実態なんですけど当時はやっぱり僕そのもっともっとこう活躍したいっていうね結構熱いものがあったんでありましたねうんありましたね <laughs> ありましたねありましたねいやちょっと恥ずかしいんですけどやっぱりね林先生ともぶつかって上の層も一緒にこう競合してね、うん、やり合いましょうってことをよくね言ってたんですよねただ林先生はもう少しやっぱりねこう対局感のあった方だったので、はい、ここは僕が担当するからあと全部層先生がやってくださいと、うん、うまくこう住み分けしましょうみたいなことを しちゃっててで僕はやっぱりちょっと若かったんでねいやいや先生いい意味で競合とか競争がこの予備校にはないと早抜きでヘッドハントされてあと高額の報酬で安定的にこう何年も買いならされていくけど絶対この腕が落ちると、うん、こうなると駄目になるから。 ぶつかりましょうとやり合いましょうってことを仲いいからですよ、うん、本人に直接言ってたんですよううもちろんそのおおらかな方なんで笑って聞いてくださってたんですけど林翔さんの構想としては自分はもう本当にアッパーだけを担当し、うん、そういう住み分けをうまく生きていきましょうっていう、うん、こういう話だったのね なんでだ、いややっぱやっぱでも教科によって全然違うなって違いますね英語はもう群乳かけたいっぱいいた下方上もなんかぐちゃぐちゃいっぱいいたただし上がとにかく優遇されないっていうのがあーもう本当の上ね英語はもう公開授業に行ってる下の層が優遇されて上は優遇されないからだから上がどんどん抜けていっちゃうそうですっていうダメなで国語は本当に林先生スターになったんで上だけどスターって 英語化じゃありえない。 あううなるほどそういうことか本当だわ逆転現象ですそれってこんなのはありえないだって受けられないんだもんこの先生はいはいはいあ全く逆ですだったら構造はだからやっぱり安河内先生とかね今井先生とか下の講座を担当してる人のみんな受けに来る、うんうん、いやそれはそうですよより多くの受講生に刺さるそこはまあビジネスの視点で言うとね、うん、優遇されるっていうのは当然じゃないですかでも現代文の場合はそうではなかったん、ね、すね林先生がまあとにかく看板になったとミスター投資になっちゃったっていうのがあって ここやっぱり特別待遇ですよね。まあ、これも仕方がないんですけど数学科だったら志田先生がねああ志田先生<で>はい。まあ やるし、まとめるしまあ社長が数学好きなんでねそこがちょっとやっぱ予備校として狂ってるところであってだから数学の講座のほうが英語より多いんですようわ本当だわ超上までやりますからいやそうですね確かにオリンピックの講座とかあるんでええ？知らなかったで、東大特進で僕と宮崎先生と僕と2人しかいないのにうううんんん数学は6人とかいますね確かにいらっしゃいますね 講座名いろいろ変えまくって。いや、そうなんですよねで。で、まあ、それを志田先生がまとめてて。まとめてらっしゃる、まあ。ちょっと、あの、某人気講師だけ従わなくて、ちょっとね、数学科は、そこだけ、俺、方向ちょっと向いて。あれれれ、みたいなんだけど、あ<ー>まあ、うまく。 <laughs> 名前それ以外はもうすごい志田先生がうまくまとめてくれて松田先生とかも言ってましたああ松田先生そうんううまくこうを分けをいろいろ作ってくれて、ねうんうん、志田先生のおかげで学科はまとまっているとちょっと外れてる方もいるけども英語みたいにぐっちゃぐちゃにならないで住んでるのはもう志田先生のおかげだって言ってましたけどねうん、うん、なるほどいやその辺りはね上手に政治ができる人ではあったんですよ国語は大変でしたねだってそもそもね古文なんかも考えたらもう問題児だらけ 問題児といえば問題児まあ字というかそうですね,ですね問題ばば問題児いや本当にそうだったですね潰、うん、し合いでしたからね古文なんてねそうですねいややっぱりこう講師のワンマンが過ぎるとあんまりよくは組織としてはまあやっぱ崩れますねパワーバランスが現代文の場合はねある程度新しい風が吹いてたんですよね僕は入って。 で出口さん板野さんがまあ上手に墨分けとしてフェードアウトし林、うん、先生と僕の、まあ、2人体制になってこれでまあ現代文だったからですけどね科目の,もあの受講生数も含めてこれでまあうまく回ってたんですよね。そうそうたただしこれもね加盟高等のね癒着が先生にあるんで ままあまだ出口んや板野さんが残ったのかっていうのんいや僕はね本当にねそういう政治的なことっていうのが苦手であんまり情報通でもないしただ言われた仕事で求められてる結果かそれよりもっていうのを一生懸命パフォーマンスを出そうとする視野が狭いっちゃ狭いんですよだから後からいろんなそういうこう圧力だとか裏の力学を聞いてえそうだったのってびっくりしちゃうんですけど先生のね仕事量がえげつないことなりいやもうひどかったな僕本当にもうね 下から血を出してました、えー、ここですね いやいや、そっちの下じゃなくて、<laughs> まあまあまあ、これちょっとね、聞くに足りない話。なのでそうそうそう本当に、それぐらいもうえげつないな状況でしたか。か、ま、ら、あ、死ぬかと思ってね。聞いてましたかね、僕も。はい。<ら>いや、だから、大変でしたね。あの時は。これちょっと本当にね、まあ、自己弁護的に超えるかもしれないけど。はい、都心をね、辞職なさる先生には、まあ、大きく二つタイプがあってね。細かく言えば、三つか、なんか事件起こすというか、はい、問題があって。まあ、首が飛ぶタイプと、経営人と、いろいろこう契約関係で揉めて。はい 消えてくタイプとあと自分から仕事の内容だなんだで新しくやりたいことがあるって言って自ら身を引くタイプとまあ3つぐらい対別するとね僕ははっきりこはしておきたいんですけど問題を起こしてめたタイプでではないんす今何を問題というかそのまあ経営陣との契約関係と言いますかまあいろいろと今思えば僕がある意味ではやっぱりまだ若かったとも言えますしただやっぱり理不尽な契約更改のいろんな話があったっていうのも事実でもあって結局 そこでで物分かりなっていくわけけすど僕がそうして身を引くというかやめるなしやめさせられることになると現代文の膨大な仲介層といいますかねほとんど全部ですよね投資で言えばそこを支える人間がいなくなるじゃないですかただ投資の業務っていうのは基本ビデオなので使えちゃうんですねそれでまあ人がいなくなっても待っちゃう僕の名前が消えて「国語科というタイトルになって僕も英語科でまだいるんだからいや本当ですよ でだからポスターとかから綺麗にトリミングされてね消えたり入ったりあるんですよだからそれもなんかね非常にこう嫌というかストレスだったんですけどまあ僕はねとにかくそうやって僕はいなくなるとでそうすると林さん一曲なななって回らいいじゃないそ,<う>そこで一旦こう引いていた場所にいた板野先生に声がかかるんですよ、はい、で板野先生に膨大なまあ過去問の講座だとかわわっとそっちに行くと。 そのね手前ぐらいに柳生くんが辞めめててるのでそうそうそう毛さん辞めてる野くんく残しときゃいいのにでもまあ柳生くんもやっぱり中のねいろいろこうあんまりうまく浮かばれなかったので東身っていう組織の問題性もあってねそれでまあ,あの出てでも彼の場合は彼のまあすごく先見の目のある人なので自分の業務をちゃんとね仕事をや動かしてて、うん、それそれでいいじゃないですか柳生先生と僕はね、うん、一緒に新宿本家いましたからね あ、そういうことか。辞め組織もだいたい一緒じゃないいやいや、全然僕らなんてないそういうことか。へぇ。いや、でも飛び出してちゃんと彼は彼の画像を作ってるので、これもう全く素晴らしいと思います。うん、ただまあ、あの担当する人がもう板野選手がいないのね。そう、そうなっちゃってますよね。うんうん、で、その時に、だからまあ総先生もすごい仕事量があったから、うんうん、ちょっと対価をくださいよ。 って言って、まあまあまあ、揉めたと。そうそう。ええいえ対価をくださいというよりも、もらってる対価が削られる話を持ってこられたの。そうそうそうだ。そうそう。違うでしょってね。増やしてくれなんて一言も思わないし、言ってないんですよ。ただ、別のところの上の先生にこう、たくさん投げたいという組織なので、切れるところからどんどん削ると。そうだ、削る時期ありましたね。そうなんですよ。まずだから、リストラー力なんですよね。で、その減額の合理的な理由が実はないので、後付けなので、 そこがまあ経営合理性がない株式会社なんで理由があればもちろん納得すると僕も子供じゃないからとだから説明してくれと。 いう話をしただけなんですよでもその説明がないままずっとギリギリまで契約更改のギリまで持ってってである時突然宣言されるんですよどう考えたってそれれ林先生に上乗せされてるんだろうなとうそういうことなんですよ、はい、実態はねだけど、まあ、それはもういいんだけどただ理由がないんでねこれがまあそのここまで言っていいかどうか分かんないですけど最終的にはもうどれだけ減額あろうとも僕はもう投資一本の千人になってたのでそこで食ってるわけだからねもももうもう契約しして次の年も仕事しないと 生きていいいけななじゃない、はい、その前の年を基準に税金だけがやってくるんだからもう死ぬしかなないことになるだからもう分かりましたと飲みますっていう話をしに行った日に某方がいらっしゃって、はい、まあ社長と二人で話をした結果、はい、もう契約更改をやめると。 うん、いうことを聞かないんだったらやめるってことにしましたと「えー、いやいやきちんと話をして僕はもうそれで飲むことに心を決めて今日その話をしに来たんですけど」って言ったんだけど、うん、まあこれってなんだろうタッチの差というかもう向こうが決めちゃったというか,あかそういう形なんですよだからあとでこう法的にね戦った方がいいんじゃないかってことを言われたぐらいなんですけどただまあもうそれももうッつとりあとを濁さずじゃないあー難しい業務委託なんでね難しいところも,もい,、ねはい、いろいろあって。 でもうこれはもうただ耐えたと。 まあだ経営する代わり曲がって、てよくできてるシステムそう、はい、何時から何時まで働くとかっていうふうになってたらこういうことってできないんですねそうですねそう先任って言った場合は普通なんかねこの校舎で何個もあって何時から何時まで働くとかそういう契約書であったらこんなことできないんですけどそう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 、うんうん、これそうなんです契約書なんでバンっと、うん、でてで,すよで,でじゃあこの後なんですけど実はそれで板野さんの仕事がバンっていったんですよその通りなんですよそのの時ににさんが何何ててて言言っっったたか知ってますて言ったの林に 学校を合わせろって言ったんですえ信じられないじゃないとやらないからって言ってあげられたって言ってましたよちょっと待って信じらんないわそれでおー話はこんなにもらってんだって言ってやったってってるけど絶対合わせてないから絶<っ> 絶対合うわけない合うわけな,ないからそんなことやったら削ったあの額絶対合わないからそれはもうおかしいそうそう絶対合ってない板丹さん合わせてもらったって言ってるんですけどいやいやない,ない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 もう経営の判断がまずあってリストラしたくて言うこと聞かないから弾いたという経緯からして次来た人間にそれ以上出すなんてことがね<れ>ありえないもうれもし合わせてもらっ合わせてたら、うん、だって安河さんは今井さんよりもらってることになっちゃいますからうんそんなことは絶対いや ありえないわ。いくらなんですか？え いやいやまあまあともあれね今井さんがね自分で言っちゃうんでねいくらもらってるってうまいしぞだから英語化は知ってる素敵な方ですはいそうなんですよそれでやったんですけどただまた板野さんもちょっと問題がやってきて問題が起こりましたねいなくなってしまったので林先生完全なる一強になってしまってでそれで板野さんの飛んだやつ林先生が補いましたからね公開授業行ったんですからね林さん行ったんだ行ったんですよ板野先生の代わりえ嫌だっつって 行かないって言ってたんじゃないの行きましたよ。いうこともありましたからだからその来てもらったその時側はやった代わりに林先生来てくれたうわこれは何かやりにくかったろうな先生その時はその後のね下がまたそうそうだからまあやっぱり女性講師である理由はありますよねまあコンプラの意味も含めてまあいろいろとね林さんとの戦いみたいなのはまだいろいろ行われてるようですけどもまあそりゃそうでしょう いやー現代文化。 でもまあなんか次なるスターがなかなか育ってない感じがするのは残念ですね、売ってるでしょうけどね、年が上がって。いや、売ってないですよ、頑張って売ってたら、こんな時期になってないだってうだって講師の CM とかもないじゃないですか、テレビあそういう意味ではね、確かにそうなくなっちゃって、まあこの辺もね、実は裏がいっぱいあるんですけど、その辺はちょっと喋れないですね、さすがにいや会社のスタイルなんで。といますということでございました、あっ、いこと喋った。った、これ、もう編集マンに任せられないもん、内容的に。 <laughs> ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。うんやば <laughs>